どうも皆さん、ティンクでございます。それでは前回続きやっていきたいと思います。ゴーストの谷引き続き攻略していきたいと思います。はい、今回はボス戦か、青魔法のあった子が切れた、もう大丈夫だ、ボス戦か何かが待ってそうな気がいたします。はい、おっと、なんかこのとこセーブポイントとかあるよ。割とボス近そうだよ、これ。これ近いね、これ確実に。てかこの間中断したとこからすぐセーブポイントやったセーブすればよかったね。よし、しておこう。よし、一応しておこう。大事だ。セーブとは最も大事な行為である。よし。ん？どっちだ？こっちか。こっちセーブしとこう。よーし。セーブ中。しばらくお待ちください。セーブ完了。よっしゃ。突撃じゃ。行くぞ。敵陣に殴り込みじゃ。あれや。敵陣？そもそもなんでゴーストの谷に来たのかっていう理由すら忘れてきてんだけど、大丈夫かな。そうだ。過去に戻るためのヒントはここにあるって言ったよ。未来や、未来に戻るための。ボスだね。行くぞ。あの祭壇か。怪しさ満点だね、確かに。ハロウィーンが行われてる、ハロウィーンが。ねえ？ハロウィーンって何やったっけ？何ちゅう掛け声やったっけ？何やったっけ？トッポ事情じゃないけど、何やったっけ？トッポ事情あれやネズミのやつやけど、何ちゅう掛け声やったっけ？忘れた。おー、出てきた！おー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 、なんだなんだ？ボロン。呪われし神官って。お、なるほどな。そうか、僕たちにグラディオンを手にする資格があるか試そうとしてるんだ。そういうことか。みんな行くよ。よっしゃ、やってやるぜ。ぶっ飛ばしてやるぜ。グラディオンが手に入ったらなんかもうめっちゃ強くなりそう。宝も開けられそうや、なんか。行くぞ、発動。どつきません。痛い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 。ちょっと待って、これさ、俺ちょっと試したいことがあるんだよ。これ行くぞ、聖なるや、発動。おお、強い強い強い、めっちゃ食らってる。これナイス戦法やった、正解や。これよし、行くぞ、聖なるや、発動。よし、守りシュート展開、ガードだ、おにぎ。おお、全員ガード。あっはあ、これ見た、これが強さだ。お前覚悟せよ、アタック。よっしゃー、いいねいいね、すげえ食らってる。アタック、守る。あっあっ、守りできなかった、自分が守りシュート2匹取られすぎた。あーめ、おう、全員呪われた。やるな、これ足が遅くなったからさ、めっちゃ食らうんちゃう、これ逃げれへんや。はい、あいてててて、助けて、挑発挑発、ピタゴラしたのに行けよ、そっち。お前ふざけんなよマジ挑発した方に行けや。あ、行った行った、よし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 、まあ、ガードシュート、はい。鬼火全体攻撃やろ、これ。やばいな。おら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 。これですげえ、あの、弾が出るからさ、あれを回収して回ったらさ、MP 尽きないよね、多分。ちゃう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 。ちゃう。あ、違う。違うの違うの。守る、はい。なんだ。どんな技だ。大丈夫か。大丈夫？オッケーオッケーオッケー。暗闇。危ね。これさ、だからさ、守ってないときは攻撃シフトに変えたらいいのか、そういうことか。これよし、いった、光と攻撃。おお、お前今撃ったのに、まさかお前のせいで、お前のせいであれやろあれやろ、一発分無駄にしたやろ。もうふざけんなよマジ。当たった、チャンス来た、チャンス到来、来た来た。はい、あれ何してんのお兄ちゃん、お兄ちゃん。おー、強っ強っ。え、なんであいつもしかしていつの間にかあの強いやつ取ってた、もしかして取ってたくさいな、これあの野郎取ってやがったな。何してんの、ほんと勝手に取っちゃいかんでしょ。取るぞ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 。よし、チャンス、ファイヤーストームを見せてやる。これが俺の必殺技だ、受け取るがいい。いけー、よし、ぶちかわせ。おらー、強っ、ダメだこいつ、炎効かねえ、なんてことでしょう。聖なるや、ラスト一発や、受け取れ。よし、こっから俺はもうルッチ使っていくぞ。やべえ、まず守ろう、ガード。よし、さあ来た、大丈夫、全員ガードできる、これなら余裕だ。あれ、守る押してたのに、ダメダメか、グヌヌヌ、魔法が使えなくなった。ルッチ行くぞ、こっから耐える戦いが始まる、耐える戦いが。痛い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 、接近するってやっぱ強いね、接近するってやっぱ強いね、テキスト強いね、この子。よし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 。危ない危ない危ない。オッケー。まず距離を取って。守れ！ほい！呪いの雄たけび！これガードするよ、しっかり。
来いよお前、おら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 、ガードしたったわ。よしよしよし、俺も MP 回復した。あ待って、これチャンス、これは取ろう、俺が取る俺が取る、任せろ、行くぞてめえ。嘘、さっき撃たれた、やばい、痛い、あーデタラメランブが使えない。なんということでしょう、これは信じられるか、こんなことが。ガボル、ガード、クソやられた。あーこのタイミングが難しいな、相手が攻撃した後のそのタイミングをうまく狙わないとダメなんだ。やべ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 、死ぬ死ぬ死ぬ、あいつら死ぬぞ、あいつらやべえぞ、バル死ぬぞ、あいつもしかして満腹バーが受け取ればいい、ね、ほい、速攻回復、よし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 、やばい、連続で来る、すごい連続攻撃やな、容赦ないんやけど。オッケー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 、大丈夫大丈夫、まだ焦る時間じゃない、まだ焦る時間じゃない、てめえゴロ打てるようになった、覚悟せ、よし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 、あぶねあぶね、助けて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 、あぶねあぶねあぶね、よっしゃ、ちゃうちゃうちゃうねんちゃうねんちゃうねん、覚悟せ、このクソが、あら当たった、ガードガード、鬼ビアガードや、全員よし、分かった、鬼ビ以外はガード使わなくていいわ、いけるいける、鬼ビがいらねえ、よしよしよし、鬼ビだけ必要だ、ちょっと待ってちょっと、いつまでガードしてる、いつまでガードしてんだっつって、危ない危ない危ない、セバあれ取りに行け、取りに行け、セバ行くぞ、おっから俺の番だぜ、フルや、よしよしよし、確実に削ろう削ろう削ろう、いけるいける、闇はいける、ガードせんでいい、これいい、これはもういい、知らん、食らってもいい、しょうがない、よし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 、割り切っていこう、暗闇ぐらいお前なんてことはねえぜ、なんでそんなもんお前、ガッツガッツでな、ガッツで殴ればいい、ガッツで殴ればいい、そんなもん、ほらいけ、ほら、そう当たるから、たまにたまには当たるから、ずっと当たんねえわけじゃねえ、いける、痛い痛い痛い、強い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 、先輩強い先輩強い、呪いの叫び、これ呪われると足遅くなんだよね、そこが痛いんだよ、オッケー大丈夫大丈夫、焦るな焦るな、呪いの叫びちょっとだけダメージ入るんだよね、そこが痛い、くらよっしゃ、調子乗んなてめえ、おらおらおら、やばい、チェンジチェンジオリバー、よし、呪われてる呪われてる、やめてー、あいた、てめえこら守る準備しとこ、いつでも来た、あじゃあ闇だ、やった間違えた、やっちゃった使っちゃった、これ鬼火食ったまずいな、またまた鬼火がこのタイミングで食った、厄介だね、よし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 、暗闇になった、だいぶ回復取る回復取る、よしよしよし、回復取ったよ、まだいけるまだいける、よしよしよし、ちょっと離れて、しっかりしっかり離れて、ルッチョ出せるようになってから行くぞ、トゥー、大丈夫、暗闇ぐらい、お前暗闇なんかで俺のルッチは負けない、お前は負けない、知ってる、お前はすごいやつだ、ルッチ行け、押せ、おら、困った時の力欲しい、呪いの叫び、いいよ、オッケーオッケー、これは食らってもいい、しょうがないしょうがない、まだ焦る時間じゃないよ、こんなんで大丈夫、よしよしよし、俺たかだか20ぐらいやろ、余裕余裕、鬼火さえ耐えたらいけるんだよ、いけ、おら、やっちめ、うるうる、いけるぞ、押せ、あと少し、いける、痛い、強い、また守りやった、やっちゃった、間違えた、もういろいろ間違えた、鬼火が全然来ない、待ってっと鬼火が来ない、待ってっと鬼火が来ないよ、よしよしよし、暗闇ぐらいなんてことはねえぜ、ここチェンジしようか、ちょっとやばいね、俺の HP がやばいから、ヒールじゃない、これ、あ、もうヒールでいいか、ヒール使うか、ヒール、はい、よーし、あ、あるじゃん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 、てめえごら、あ、ちょ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 、覚悟しろ、これあんま食らわへんくてもいい、あああ、それさずるくない、やばい、ガード、あぶね、間に合った、あ、それずるくない、あれなんか一匹すげえ食らってんぞ、なんでやねなんでやねなんでそんな食らった、どうしたどうした、ガードしただろしっかり、よし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 、オッケー、チェンジチェンジするぞ、チェンジ、あとちょっとなんだ、削りきれ、いけるっち、いける、お前なら、よし決まった、入った、よーし、雑魚が、なめんじゃねえぞ、MP なくなってからのこの粘り、圧倒的粘り、よっしゃー、めっちゃ金入った、あー、強かった、しかし、まあちょっと癖には程遠かったかな、聖なる矢が絶対効くって分かってたのでかいね、あれで削ってたの大きかった、前半。あれ？なんや、まだ倒せてないか？お、あ？大きくなってない？なんか、お、なんや？あ、賢者の、やっぱり出たね、ラス。
めっちゃ使えるやん、めっちゃ使えるやんめっちゃ使えますやん、もうすげえやん、もう現時点で俺らより強いやんさすが賢者の息子、強っ。なんかすごいキリッとしてるな急に。どうしたん、どうしたんねえ、なんか急にキリッとしてやんだ、あの子、小生意気のやつだ小生意気のやつだ。伝説の杖が、あ、お、お、あ、いた、取れちゃうよ。あら、ジャボさん取れちゃうよ、僕たち取っちゃうよ。グラディオンか、これが。おー、なんちゅう杖や、イニシエの時代から劣れんと未だに力をみなぎらせとる。これが伝説の杖。あ、手にしちゃった、手にしちゃった。あー、ジャボさんごめんねよくぞ手に入れた。あれ、誰、我は二の国の行く末を案ずる。敵やん、お前も乗ってるやん、似たような形。君たちをこの時代に招いたのだ。なんだって、お前、グラディオンは君たちの時代では失われし、そうするしかなかった。こいつもグラディオンみたいなの持ってるやん。だが、君たちの試練はこれからも続くであろう。心して旅を続けられよ。君たちがたどり着くその日を待っているぞ。味方、もしかしていいもんか。あの人いいもんなんや。裏切りや、裏切り。やった、でもなんか嬉しい。イエーイ、グラディオン手に入れたったぜ。時間旅行の手帳手に入れた。あはあ。おう。せやで。うん。そうやな。ほんまや。こいつは送り届けなあかんわ、先。うん。あ、ロデックすげえ寂しそうな顔してる。さっきのジャイロが言ったことがもうひしひしと。ひしひしと胸に染みてるわけやな。くぅ、強い。強いけど、なんか最強の杖にしては、伝説の杖にしてはいまいちな気がするのは気のせい。まあ、ストーリー上で手に入る伝説の杖なんてそんなもんやな。よし。あ、これワンタッチで帰れへんのかな。ワンタッチで帰れるな。よし。ワンタッチで帰れるぞ。あー、HP 回復とか取った方がいいかな。何か防具帝国で休むっしょ、どうせ。行こう。ここ通ろう。ワープ、ゴースト谷の入り口までワープします。ワープイン。オッケー、帰ろうぜ。はぁ、あ、しかしなかなかの死闘やったな。よっしゃ、そういう帰らし方する。もうこれさ、ちょっとそこは、あれでもなんかロデックとラースいるやん。あれ、いるやん、ついてきてるやん。あらら、こんにちは、ようこそ我がパーティーへ。あの光ってんの、あれ黒曜石です。あれ、あれが黒曜石でした。この光ってるやつ、これキラキラ、これ黒曜石でしたわ。あれ、どっから帰んやっけ、これ。ここから帰れるっけ、ここだっけ。あ、ここ、お、あ、わわわ、これ黒曜石やった。ちょっと取ってみる、一回。違うね、ちょ、お前に喋ってちゃうもろってや、これ黒鋼です。黒曜石ちゃう、黒鋼やった。ちょっとちょっとコッツさん、コッツさん、これでもお前戦闘しに来る。マジか、やるな。あ、ここや、箸つけた、俺忘れてた。俺が箸つけたんや、ここに。コッツ来るな、コッツ来るな、意外と来るな。この状態戦ったら、もしかしてラースとロデックも助けてくれるとか、そんなわけない、あるかもしれへんな。ちょっと戦ってみれば、一回。あのクソイノシシを倒してみるか。おら、お前、後ろから、後ろから、はい、俺の勝ちだぜ。どうやろう、手伝ってくれるのかな。よし、頑張ろう。頑張ろう。グラディオンの力を見せる時が来たようだ。つってもイマージンしか戦わねえっつって。つってもイマージンしか戦わねえっつってね。意味ないじゃないかよ。そうなんだよ。オリバーがさ、強いの手に入れて、まあ、さっき見た聖なる矢の、まあ、そういうのもあるけどさ。てめこら、てめこら、てめこら。よし、圧倒的勝利。さすがに戦ってくれへんか。ちょ、ラースめっちゃ覚醒してるやん。大覚醒やんか、ラース。どうしちゃったん、ほんま。もう隠しすぎやろ、今まで。お兄さんのなんか顔が切ないわ。切なマンやった、切なマン。意外と遠いな。意外と遠いな。ダッシュダッシュ。さあ、これで未来戻ったらもうクエストバコバコこなしちゃうよ、俺。バーコバーコこなしてやっつけちゃうよ。よっしゃ。
ロボット系が何に弱いかが分かれば、まあ、それをねボッコボコ魔法打ちゃいいだけなんでね、まあ、力押しでも勝てんだろ多分。ダメかな多分衝撃波で食らうと思うんだよね。あ、イベントや、この辺でローデックもしかして消える。あ、ほら止まった。やっぱりやっぱりな、そうするか。ラス、こんなちっちゃい時に別れたんやな。王の剣、マジかよ。それでジャイロ帰ってきたとかって、もうほんますげえ最高なストーリーやんか。怒ってはんで、怒ってはんで、めっちゃ。どうした、ロデックさ、すっげえムカつくやつやったのにめっちゃいいやつになってるやん。どこでそんなお前株上げちゃったん。もうそしてお前納得すんの早くね、折れんの早くね引き止めたのに、めっちゃいい雰囲気で引き止めたのに、すぐこう曲がってくね、本当に。でもさ、ロディックさ、一人で行っても魔物倒せなくね今そういうこと言っちゃダメだね、うん、そういうこと言っちゃダメなんだね。うまいな、ロデックと別れた。ジャイロすげえ物寂しそうな顔してるで。よし、でもさ、でもさ、でもさ、ラース王子を解決する方法は何も見つかってない。ラースいなくなってし、いるやんけ。やっぱり帰ろう私たちの時代に、ってまずラースを送り届けてからやろ、バカタレ。話の順番があるでしょ、まず回復アイテムや夜、そして送り届ける。完璧、何段構えやっちゅうぐらい完璧やね。よっしゃ、まずは宿屋で休もう。なぜなら戦車みたいなことが起こると困るからだ。いいかね、いいかね、イベリコーグ XX みたいなことが起こるとですね、非常に困るからね、止まって回復をしておこう。すごいお金、圧倒的財力、圧倒的。よっしゃ、バッチリコーヒーいらないね。うん、今んとこなくていけんね。なしで全然大丈夫だ。これさ、さっき言ってたけど、ワッペンとかあれに全部使いたいね。ワッペン系、ワッペン系に全部ちょっと使ってみたいな。大丈夫かな、そんな感じのアイテムの使い方したいんだけど。武器防具だね、とりあえずは。まあ、先ちょっとお城行ってからしようか。どうせない、もうこれで防具帝国去るんだよ。次の、あー次のマップ行くやんかな。だから次のマップついてからのためにお金を残しておきたい。残しておこう。よし決めた、ここでは買わない、買わないでおこう。次のマップでこのクソ溜まったお金を大放出しよう。もうバーゲンセールですよ。持っていけお前たちっつって。そういう感じでしょう。よし。じゃ次の街で装備品は買うことにしましょう。防具帝国では買わないと。つって、もしかしてこのゲームの中で防具帝国が最大の都市やって、この後街出てこねえみたいな。ある。あるよ。可能性はゼロじゃないよ、それね。あるかもしれないわ。恐ろしいや、恐ろしいや。さあ、行こう。だってこれさ、もうここでロデックと別れたらさ、もうジャイロだな、ロデックは。じゃないと話つながらねえもんね。うん、お前がピンチの時に帰ってきたよっていうストーリーが出来上がらねえから、もうジャイロだわ。ジャイロ、ジャイロ決定だわ。これ残りの俺の1割ぐらい違うかもしれねえなっていう気持ちはもうないわ。これはもうジャイロだろ、ロデックおじは。それ以外考えられない。だから勇者のパーティーに入ってるって。よし、ただの一般人の泥棒が勇者パーティーに入るなんて考えにくいもんね。うん、そういうことしよう。帰ってきたぜ、私たちは帰ってきたのだよ。ここでまたイベリコーグ出てきたのびっくりやけどななんでってなるけどな。賢者になった息子の力を試すとか言い出しやがったら、あの親父もほんまビンタやな、ビンタ。
パーンいったのパーンっつって手首のスナップを効かして、あれ？あれ？皇帝陛下、皇帝陛下、え？な？父上、なんで？どうした？どうしたんだい？ジャボー、ジャボー、この防具帝国に宣戦布告をしに来た。え？だが私は皇帝の名誉にかけてあのジャボを、おいしっかりしろ、あんまり喋るなって。ロデックよ。え？私の可愛い息子よ。何？気づかぬはずがなかろう。まさか。姿は変わっていても自分の息子くらいはわかるさ。どうやら私には未来を見ることはできないようだ。しかしきっとお前とラースなら力を合わせていける。私はそう信じている。防具帝国の今と未来を頼んだぞ。おやじせっかく会えたのに、ここまで来たのに、俺はずっとあんたの期待に応えたいって。それなのにこんなことに。ジャイロ、しきしょう。でもこれで一つあれやね、ジャイロがジャボーと戦う理由ができたね。ジャイロはこれでジャボーと戦う理由がきっちりできたよ。本格的な、なんていうんだろう、今までなんでジャイロがついてくるのか、ちょっとまあ若干ハテナな部分もあったけど、これでもしっかりと旅の理由ができたね。そしてさりげなく出てきたけど、やっぱロデックやったんやなあ。はあ、ほんまやで。まあね、うん、確かにな。俺のことやだよ、お前。まあどうせすぐ会うけどな。すぐ会うんやけどな、お未来編で。もうなんかさ、ラースすげえしっかりしてる子やん。どうしたん？最初に出会った時のできない加減がもう嘘みたいに、すげえ猫かぶってたよなこの子、ほんまに。すごいな。信じる心、来た。なんという皮肉、ちっちゃい頃の自分から心をもらうなんて、なんちゅう皮肉や。しかしありがたくいただこう。ちゃん、先喋ってからか。ありがとう、ありがとう。そしてラースが気づいてジャイロに、だ幼い頃に未来のジャイロと会った記憶ができちゃったからね、これでね。信じる心、ありがとう、いただいていこう。よっしゃ、心を決めて未来に帰れるぜ。おう、よっしゃ帰ろう。いやすげえ感慨深いわ。あ、もういきなり使えってなるんや。まあいいや、そこで使おう。さらばだ過去の防具帝国よ、ありがとう、いい話やった。さあグラディオを見せてくれ。回転とこ初めて見た、ちゃんと。さあみんな一緒に、いざ、始めた、我々の未来へ。
おお、すごい効果範囲。こういう感じ使ってたよね。初めて見たね、書いてるとこ。オリバーたちが行っちゃった。帰ってきたぜ、現代世界。よっしゃ、帰ってきたっぽいな。そうやな。よっしゃ、この時代来週信じる心を渡したろ。渡して、あのクソみたいな豚の被り物をとりあえず脱がしたろ。よっしゃ、任せろ。任務を完了しようじゃないか。よし、防具帝国編もいよいよ終わりだぜ。まあクエストは残ってるけどな。あれ普通になってるやん。どうしたん。なんか、うん、おう、何言ってんのかさっぱりわからない。問答無用でハートキュアっつってガーンって突っ込まったよね。ダメ問答無用でオラーって突っ込まったよね。まあ性格悪いやつだったら吹っ飛ばされてんだ。ほんま何言ってんのこいつってなるやんな。どうよ、お、思い出す、もしかして15年前を。おお、いいね、やっぱ話つながったね。いいよこれ、すげえいいよ。助っ人でジャイロのことか。すごいな、なんか2人ともお互い名前呼ばへんとかなんかいいね。なんか皇帝陛下ってそれ通じてるとこなんかね、うん。さてさて、この事態いかがいたしますかな。救世主の少年、よもやグラディオンまで手に入れようとは。けれども彼らが過去から帰ってくるなんてできるはずがないわよね。うん、時間旅行は使えない。一生に一度きりなんだ。何者かが手を貸したという。あ、一生に一度しか使えへんや。かなり腕の立つもので、評議会に匹敵するほどの。めっちゃ疑われてるやそれ。遥か高みに位置するもの、イニシエにおいて我らの魔導の杖を生み出した王。あ、そう、私も。それは誠に恐ろしき事態ですぞ。そのようなお方が。案ずるな。いざとなれば私が出るまでのこと。女王陛下が。その通り。あのお方は私を倒せぬ。なぜならば。旦那さんかな。魔法を生み出したのは旦那さんでってことなんかな。なんかもう話はややこしくなってきたぞ。おい、おう、ダークミスト、すげえ後ずさった。いい反応だ。リアクションの芸になれるよ。ほうほうほう、覚えてるやん、思い出してるやん、いつの間にか。うん、ほうほうほう、マジかよ、完全ではない。やっぱりな、そんな中途半端な強さなわけないもんね。うん、やっぱりほら、もうあれやろ、攻撃力が50何歩から60何歩になったけど、もう一桁ぐらい飛ばしちゃう。500ぐらいいく。この人やな、イニシエの古代王の王やな。この古代の王ってのはキーポイントでしたね、今日が今回出てきたね、うん、3つの魔石。なるほど、これをこれから回収する旅か。よし、何、オーマイガッツ、オーマイガッツ、うん、
明らか空賊をヘブルチ。マジか、知ってんのかおっさん。ああそういうタイプの敵か。あれあれ、もしかして我々も空を飛べ、あれ、お、もしかして、お、オートバリア、何これ、すげえ強そう。あざっす、アイテムマージ、あざっす。あれ合成と何が違うの、アイテムマージは。マインドメアリー、あざっす。お、来た、神の魔法が来た、やったぜ、あざっす、やったぜ、ありがとう、これはマジ嬉しい。おう、パンドラリーグ、パンドラリーグって何、面白そうやな、行ってみるか。いや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 、今のパンドラリーグが聞いてるから、さっきパンドラリーグやろ、違うぞ、マル間違ってるぞ、今のはパンドラリーグに行く流れやぞ。めっちゃ気になるやない、何これ、ここ何これ、なんだこれ、宮殿前までワープしますか。ああそういう感じ、ジャイロいいのか、そんな感じで、お前再開で甘いんじゃないの。よし、マジックマスター見よう。やーべえぜ、ちょっとさ、ウキウキワクワクドキドキが止まらないぜ。どうしようね、これもういっぱい新しいの教えてもらっちゃったよ。ねー、まずテレポートから行こうか。まあこれ基本魔法っすな。うん、遠い場所に瞬間的に移動できる魔法、あ、まあ見ましょうか。こんなんですよ、ギザギザですよ。はい、遥かな距離を瞬時に超えるときに必要なのは、行き先にいる自分を思い描くことである。五感を総動員し、光景だけでなく音、匂い、空気の温度までも感じられるよう集中すべし。そのためテレポートの魔法では一度も訪れたことない場所には移動できない。結構殺動条件きついなゲームの世界ではあの一瞬で出せんねんけど、結構あれやね、発動条件きついね、うん、で、あとはアイテムマージ、これだよ気になってるのは。何なんだろうな、アイテムマージ。特殊なアイテムを生成する魔法、一人前の魔法使いならば必要なものは合成で作り出せる。そうなんよ、だから合成鍋も万能ではないと。特殊な道具を欲するならこの魔法を試してみよう。日頃力を磨いていれば生成不可能なものはないに等しい。え、何これ、どういうことなんやろ。全くあれかな、無から、だから合成のレシピとか関係なく、なんか突拍子もなく作れるってことなんかな。何なんだろう、よくわかんねえな。で、あ、時間旅行見ましょうか。時間旅行、時間の中を移動する魔法。とても大きな危険を伴うが、この魔法を使えば時空間をくぐり抜け、願った時間へ飛ぶことができる。最高上位の魔法であり、一生に一度しか使えないため、元いた時代へは戻ることができない覚悟の魔法でもある。しっかりと考えた上で使用すること。戻っちゃった。オーラバリア。オートじゃない。オーラバリアか。魔法による攻撃から身を守る魔法。オーラバリアの魔法使用兵器は、魔法による攻撃を効果的に防ぐことができる。攻撃は最大の防御と言われるが、逆もまた真なり、必要な攻撃を防ぎきれば、その時点で心理戦における反撃はすでに始まっているのだ。ゲームの世界ではそうもいかないんだけどな。ゲームの世界ではそうもいかないんだけどね。マインドメアリー。マインドメアリー。物体に残された残留思念を見る魔法。長年使用したものには持ち主の思いが宿ると言われている。その残留思念を読み取る魔法である。持ち主が亡くなっていてもその心を感じることができるだろう。ただし読み取った思いは軽々しく口にしないように。これグラディオン見たらええんちゃう、これで。あかんの、グラディオン見たら、グラディオン作った人、だからグラディオン作った人は多分その最上位のそのおっちゃんやな。ダメなのかな、そういう感じじゃなくて。結構なんかアドバイスとかもらえそうな気がすんねんけど、ダメかね。これで全部やったっけ、今回これで全部ですね。よし、ちょっと時間もいい感じですから、ここで、セーブしたいと思います。よっしゃ、いやー今回ストーリー動いたね、かなり動いたね、いい感じに動いてますよ、面白い、いいですね、やっぱり RPG はこういうとこが面白いね。こういうグッとストーリーが来るとこが一番面白いですね。今回はかなりそういうとこがあったじゃないかなと思います。 RPG の醍醐味というか、あったような気がしますね。はい、今後ちょっとまだ防具帝国でまだイベント待ってると思いますけども、まあ一旦防具帝国編これで終わりでしょうね。多分次回クエスト消化することになると思います。クエスト消化しつつ、ちょっとポコロ様がやってるパンドラリーグっていうのは気になるから遊びに行っちゃおうかなという感じで行きたいと思います。ちょっとまたストーリーしばらく止まりそうな気もしますけれども、一緒に楽しんでいきましょう。それでは今回、この辺り失礼します。見ていただいてありがとうございました。まあ、ということは次のパートを見てください。それではお疲れ様です。